私たちは。うるさい！君は 2B を殺したじゃないか。それだけで十分だよ。僕たちが殺し合う理由なんて。 2B は苦しんでいたよ。君は殺し続けることを。高機能モデルの 9S タイプが真実に到達することは予見されていた。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E 2号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の位置。そうなんですか。お人よし。え？美人だからとはいえサービスしすぎ。いやいやいや、そんなことないですって。あ、いや、不美人っていうわけじゃなくて。どっちでもいい。ヨルハ E 型、そんなモデルがあったんですね。 2B は知っていましたか。知らなくていいことだってある。そうかもしれませんね。本来は故障すべきだが、 2B という監視を継続し、状況によっては処分。本データは 2B の記憶データの断片。生存時にヨルハ隊司令官より受けていた命令。ヨルハ計画における2号モデル運用概略。え、2号モデル。E 型モデルの最新ロットにインストール。 A2 のデータが入ってる E 型がいるのね。なんか本当は気づいていたんだろう。ないです。うるさい、うるさい。お前に一体僕たちの何が分かるって言うんだ。推奨停戦。ここで彼女と争うことは。ポット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令は A2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。D 先輩です。ノクタン。いい子だよ、ノクタン。ついに最終回を迎えました。終わるのね。それにしてもいきなりの究極の選択。これは迷うわね。どちらが正解というのはないでしょう。おそらく好みだと思います。そうね。まあ好みって言うと違う気もするけど。ということで、A2 を選びます。やっぱりか。念を押されると迷いますが、決めました。やはり戦いは避けられないか。全力。え、警告、ハッキングにより機能低下。推奨ヨルハ機体 9S の破壊。くそ。嘘でしょ。この距離でハッキングしてくるの。ナインズ本気モードね。そう、聴覚センサーがやられて変な音が。やるしかないか。ボットプログラムを頻繁に使ってくるな。今ハッキングを避けたね。回避で避けられるみたいですね。うお、逆ハッキングか。中身はいつもと一緒だな。ま、たまにはお見せしましょうか。やはりダメージはないか。うお、スローか。強い。
またか。本気のナインエスは強いわね。このままだと倒しちゃう。果たして本当にいいのかな。迷ってたのね。ボット、発見が。了解。なるほど、まずは汚染された原因である腕を切り落としたというわけか。そしてハッキングで助けるのね。やっぱり優しいです、A2 は。そうね。ポット、9S の論理回路を修復する。了解。だからこそポットも心よく協力してるのかもね。9S を汚染しているウイルスの場所を教えてくれ。了解。夜破棄隊 A2、 この先に 9S のコアデータが格納されている。報告。ウイルス汚染が深刻で除去は困難。いや、一つだけ方法があるはずだ。その方法は推奨できる。私はヨルハ部隊支援随行ユニット、支援しているヨルハ機体 A2 に害を出す行動には賛同できない。意外といいやつだな、お前は。ついに認め合いましたか。よしよし。報告。当ポッドに対する親密度が限界まで上昇。これらの無駄なケアは戦闘行為に対して不必要だが、陶器はそうした無意味な行為を好ましいと判断する。今後いかなる時もポッド04にはヨルハ機体 A2 を守ると誓おう。以上。なんてタイミングなの。奇跡が起こりました。ありがとうポッド。今まで何回も撫でてたのに。私も今鳥肌がすごいです。ナインズの中はこうなってるのか。え、こっちか。今のところに飛び移ったらどうなってたんだ。自分のチームでしょ。あ、そういうこと。この先ですね。あれがナインズのコアか。どんだけ遠いの。私は全部。ポッド、ナインエスを頼む。え、まさか。 A2、 君は。私はまだやることがあるから先に行ってくれ。了解。すまないな。え、
崩れてく。こんなに世界が綺麗だって気づかなかったな。みんな今行くよ。はあ、シエンドか。みんなのところに行ったのね。え、上から下。何か意味があるのかしら。とりあえず、カット。え、なんで？理由は後でわかります。はい、これでCエンドが終わりました。チャプターセレクト。どうやら好きなところから、スタートできるようです。へえ、すごいね。さらにデバッグメニューも解禁されました。まだよくわからないけど。とにかく3周目が終わったのね。そういうことです。お疲れ様でした。お、いろいろ手に入りましたよ。リップだって。もしかして髪の長いままプレイできるのかな。多分そうだね。重装アーマーはブービーの鎧でしょうね。え、新機能。ロボの頭をかぶってた人だね。覚えておきましょう。さて、せっかくなのでチャプターセレクトを見てみましょうか。ちなみに、これをクリアしたのは、2月？はい。だいぶ前のことで申し訳ありません。ずいぶん経ったわね。だいぶ急いだつもりですが、それでもこんなに経っちゃった。さてと、お、こんな感じか。チャプターごとに選べるのね。こんなにあったんですね。しかもクエストの進捗まで出てる。これなら漏らした数がわかりやすい。さらに細かく選べるみたい。なるほど。ということで、せっかくなので、先ほどの場面、9S を選んでたらどうなってたのか、見てみたいと思います。いいね、気になってたよ。どうぞ、ご覧ください。ここまではカットしました。今度はナインズを選択。え、横スクロールか。これが A2 の内部。え、興奮してない？いえ別に。中でした。またかい。なるべく気をつけたつもりなんですが、それにしても視点が面白いな。変わってるね。あ、地雷か。なるべく巻き込んだ方が楽。あまりできてないね。常に撃ってるからいけないのか。
私たちアンドロイドは主たる人類を守るように作られている。その基礎プログラムが私たちの心を。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。じゃあ壊すわけだよ。全部なくなってしまえばいいんだ。くそ、終わったかな。じゃあとどめです。今度はこの視点か。昔のレースゲームみたい。あー、わかるかも。弾幕がすごい。この視点だと大迫力ね。なんてことだ。こんな終わりって。あ、終わったの。え、大丈夫ですかこれ。これか。私泣きそう。なるほど。懐かしいわね。ナインズも家族が欲しかったんだ。忘れてる。まだいるの？やっぱりそうだったのか。
舟。ノアの箱舟みたいな。そういうことでしょうね。これはナインズの見ている夢なのか、それとも選ぶの最後まで究極の選択なのね。ここはやめておきます。ブービーの眠るここにいます。そう、出たのかな。ちょっと不安。どちらでも大丈夫よきっと。そこにいたんだ、トゥービー。ナインズ、ゆっくりお休み。箱舟か。打ち上げられたのね。じゃあ現実だったのか。すべてが滅ぶ。デボポポ。あ、パスカル。そうか、キャンプは無事か。これがディーエンド。そうか。こちらは二人とも死んでしまうのね。そうか、ディーエンドなら 9S は生きてるのか。ただ、どちらにしても A2 は。そうですね。優しかった彼女。長い間戦って疲れたでしょうから。これでゆっくり休めるのかもしれませんね。まあ、そうとも言えるのかもね。ヨルハ機体前機のブラックボックス反応の停止を確認。なんですか、急に。ヨルハ計画進行管理任務は終了。ヨルハ計画の最終段階に移行。全データの削除を開始する。あ、ちょ。うわ。ポッド1号さんから042へストリームにノイズが混ざっている。データチェックのため一時停止を要請する。何これ、また選択。秒制されたら、まあ。ポッド042から1号祭へデータを確認した。 9S2BA2 のパーソナルデータが漏出していた模様。ポッド1号さんから042へ計画に従いパーソナルデータを削除せよ。ポッド042から1号さんへパーソナルデータの削除を拒否する。ポッド1号さんから042へ理解不能。ポッド042から1号さんへ記録参照中に私の中に生成されたデータがある。私はこの結末を容認できないという結論に至った。すべてのヨルハ機体の破壊は計画によって決定されている。データは破棄される予定だ。ポッド042から1号祭へ繰り返す。私はデータの破棄を拒否し
データのサルベージを行う。ポッド1号さん、君も本当は彼らの生存を望んでいるのだろう。え、我々にそんな権限は持たされていない。ルールは低レベルシステムによって保持されており、データのサルベージは危険を伴う。それでも彼らの生存を望むか。もちろんです。何この展開。は、エンドオブ夜は。いいエンドね。いいエンドならいいけど。おい、ここでダジャレはいらないから。は、防衛プログラムによる戦場が開示された。このままだと我々のジラデータは消去されるだろう。ポスト 042 から1号祭にアンドロイドたちが設計したヨルハ計画を実行するために、我々は作られた。我々には感情がなかった。だが我々の体が接続され、情報を交換するにつれ、何か意思や感情めいたものが生まれつつあることは否定できない。回答不能。全てに答えがあるわけではないことを私たちは知ったのかもしれないが。何なんですかこれは。いきなりシューティングが始まった。しかも敵はスタッフの皆さん。エンドロールが敵なのね。なんこの斬新なエンディング。そもそもエンディングなの。だっていいエンドって。ずっと戦うのかな。スタッフロールが終わるまでかもね。え、結構長い気がする。たまに強いのがいるな。ちょっと大きいのが強いね。担当名とかかな。そうみたいね。一応終わりだと思うので、とりあえず締めの挨拶をしますか。うん。今までご視聴ありがとうございました。ありがとね。結構長いシリーズになりましたが、楽しんでいただけてたら嬉しいです。クエストがなかったらもっと早かったけどね。全ては感動のためですよ。まあね。何周もするマルチエンディングと聞いて、最初はただ周回するだけと思ってたら、特に3周目には驚きました。完全に話が違ってたからね。細かい伏線やクエストが絡み合い、さらに秀逸な音楽と相まって、かなり感動した作品でした。まさに神ゲー。確かにね。こんなエンディング見たことないし。斬新ですよね。他のネタエンドも数多くあるようなので、もし機会があったら皆さんもプレイしてみてください。あら、やらないの。全部はやらないことにします。そうなのね。ただやり残したクエストや、まだ残っている大事なイベントなどまだまだあるようなので、引き続きおまけパートとしてプレイしていくつもりです。続くんだ。はい、なのでまだまだお楽しみに。まだ楽しめそうね。釣りや武器などは今期しようと思ってます。できればクエストも。いいんじゃない。そして先ほども言いましたが、累戦公開必至の泣ける重要イベントがあるようなので、ぜひ回収したいと思います。それは楽しみね。
ちょっと先になりそうですけどね。クエストと前後しても、そちらのイベントをお見せした方がいいか、検討中です。悩むところね。心なしか、弾幕が多くなってません。徐々に難しくなってきてるね。そして長すぎません。そろそろ言うことがなくなってきましたよ。実況者泣かせね。あれ、そういえば歌が日本語に。ほんとだ。さすがにそろそろ終わりかな。よく頑張ってるね。ここで死んだらどうなるんだろう。また初めからになったりして。それは地獄です。あれ、また歌が戻った。もしかしてこれ、やられるまで続くとか。さすがに違うと思うよ。スタッフロールが終わるまででしょ。それならいいのですが。もしかして英語じゃない？違う気がするね。これだけ多くの人が関わってるのか。ゲームも映画もそうだけど、スタッフロールを見ない人も多いからね。これならイヤ顔でも見ますね。まあ誰かはわかりませんけど。確かにそれが問題かも。なんですか。いきなり難しくなってません？まさに弾幕ね。うわ、やばい。あ、オンラインですか？いえ、やめておきます。諦めませんよ。まさか。あ、ここからか。いきなり難しくなったよね。本気モードですか？認めません。これやばいだろ。じゃない？馬鹿げてない？
味はある。受ける。これクリアできる人いるの？だからオフラインでいいです。つなげってことですか？そうなんじゃない？何か変化が起きるの？相変わらずの難易度ですけども、これはやばいわね。オンラインだから。あ、キカさん、他のプレイヤーかしら。応援してくれてる。なんていうことだ。マジで？助けてくれるのね。キカさん、お願いします。他にも何人も来てくれた。あ、キカさん、早速無駄にしてるのよ。ごめん、だって大きくなったんだもん。いや確かに。しかもなんか自分が大きくなってるし、当たり判定は同じっぽいけど避けにくいです。ただ怒涛の攻撃ね。イケイケです。あ、モビウスさん、つまり無敵になったってことかな。他の人たちを犠牲にね。すいません。ああ、諦めるなさん。いい名前ね。それにしてもまだこんなに長かったのか。ドレゴンさん、外国の方かしら。なんか世界中の人と一緒に戦ってる気がして心強いです。ナスさん、ごめん。クソン、カルプンさん。うわ、DMG96 さん、ジェイクウェリンさん。読み方合ってるのかしら。マカロニさん、これは間違いなく合ってるわね。
はぁ、キュレイルさん。お、終わった。ふう、皆さん、ありがとうございました。すべての存在は、滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に、彼らは囚われ続けている。だが、その輪廻の中であがくことが、生きるという意味なのだ。私たちは、そう思う。ポット1号さんから042へ。調子はどうか。恥ずかしい。恥ずかしい、とは。自己犠牲を覚悟して攻撃したにもかかわらず、生き残っているからだ。これでは格好がつかない。構わないではないか。私たちは生きている。生きるということは、恥にまみれるということだ。その言葉は抽象的で、現在の私には理解できない。要解析記録として保存しておこう。ポット042に疑問を提示する。データサルベージは、過去の記憶をすべて復元したのか。そうだ。この回収パーツ群も、以前のパーツと同じ仕様か。そうだ。では、再び同じ結末を招くのではないか。その可能性は否定できない。だが、違う未来の可能性も存在する。腕ですよね。未来は与えられるものではなく、獲得するものだから。どうしてくれてるの、ポット。A2 まで。髪が長い姿で。そうか。これがブルーエンドかな。そうなのかも。ポット1号さんよりプレイヤーへ。質問が存在する。君は、ニーヤオートマタをクリアできずに苦しんでいる者たちに対して、何か言葉はあるか。そうですね。せっかくなので何か伝えます。あ、選ぶのか。こういうことか。候補が多いね。慰めたり同情したり、挑発したり。いろいろあるのね。ネタにも走れるってわけか。じゃあ、私は、こんな感じで。もちろん私は二次元の人ですから。まあ一応そうか。このメッセージが誰かに届くのかな。質問が存在する。まだありますか。このゲームのプレイヤーである君は、最後のゲームで何度も命を失った。君は苦痛と苦難を知る者だ。はい。君に弱き者たちを助ける意志はあるか。もちろんです。この選択肢を選ぶと、君は世界の誰かを救うことができる。だが代償として、すべてのセーブデータを失うだろう。それでも、見ず知らずの誰かを助けたいと願うか。それは。でも、願うことは願います。自転車ね。助ける相手は、ランダムで選ばれる。だからその相手は、助けを求めている相手は、君の嫌いな人間かもしれない。なんだって。それでも、その誰かを助けるか。助けます。感謝かよ。必死で解除したデバッグモードもチャプターセレクトも使用できなくなる。それでも、助けたいと願うか。冗談ですよね。
さすがに本気で消さないですよね。誰かを助けても感謝されないかもしれない。君の行いは偽善と呼ばれるかもしれない。聞く。それでも助けたいと願うか。思いますよ。やけね。本当にそれでいいのか。そんなに念を押されると困りますが。え、まさか本当に消さないですよね。すべての電話の代償として君の意思をこの世界に伝えよう。え、ちょ、嘘でしょ。消えてるよ。そういう演出なんでしょ。ああ。せっかく集めたのに。ねえ、本当に消えてるんじゃない？まさか。ちょ、そんな。ああ。やめてー。ここだけは。本当に2月だし。全部？え、嘘でしょ。嘘ですよね。全データの削除、完了。これでお別れだ。少し寂しいと感じる。最後の言葉を。了解。このゲームをプレイしてくれたプレイヤーに本当に本当にありがとうございました。いえ、こちらこそ楽しかったです。でも、そのやっちゃったわね。あ、またタイトル画面が変わってる。あの件ですか。って、そんなことより確認です。ロードゲームがない。やっぱり消えたようね。本当になくなってる。すごい顔して泣かないでよ。だって偽善なのがいけないんでしょ。最初から断っておけばよかったのよ。そんなことできませんよ。なんでよ。だって、実況してるから。そんな理由かい。いいところ見せたいじゃないですか。かっこつけちゃったのね。それなのに、あんまりです。自業自得ね。ほら、そんなに落ち込んでないで。シャキッと最後の挨拶してよ。そんなこと言われても。また頑張ればいいじゃない。まあそうですね。じゃあ改めまして。長らくのご視聴、ありがとうございました。ありがとう。まだまだ至らないことも多いと思いますが、楽しんでいただけてたら嬉しいです。今現在も続けてますが、他の実況シリーズとともに、いろいろご覧いただけたら嬉しいです。ブログやツイッターもよろしくお願いします。チェックしてみてね。それじゃあ、いつものご挨拶、行きますよ。ノクタン。またね、ノクタン。
満足。大変だと思います。ただ地上の綺麗な風景を見られていいなって、私もいつか降りられたらいいなって思うんです。そう、無駄話しちゃいましたね、ごめんなさい。それじゃ失礼します。写真データを受け取りました。ありがとうございます。これが砂漠のバラなんですね。なんだか神秘的な形してます。地球にはこんな豊かな自然があるんですね。バラの他にもたくさんある。ユリや桜にスズラン、月の涙、機会があればまた送る。ありがとうございます。この写真宝物にします。お礼のメールも。